吉田さん、吉谷の流儀って与沢翼さんのね、与沢の流儀をパクってるのかもしれませんけども、なんかね、同時期に小野里の流儀っていうのがあったの知ってます？小野里の流儀も通じたんですよ。でね、それはまあ私がね、密かに笑っていた面白い話で、ここに私も参戦してもいいのかなと思ったんですけど、まあ私はね、ちょっとまあ、それは私の自分の発信のペース崩れるかなと思ったんでやりませんでしたけども、ただね、やっぱり何かを学んだら誰かに教えてあげるっていうこのマインドセットっていうのは、私がね、吉谷さんとのご縁が始まってすぐに、ネオヒルズ塾の何か私コンテンツ買ったじゃないですか、クレジットカード2枚で。あの中であったのは、自分がいいなと思ったことをすぐに人に教えるっていう、そういうふうなね、教えがあったんですよね。そういうことが、あと何でも他にも一番難しいことからやれっていう教えもありましたよね、確かね。3つぐらいあって、そのうちの、1つとしては、そのいいことはすぐに人に教えるっていうことね。それから難しいことからやれって、これちょっと話しましょうか。なんでね、難しいことからやれって言ったかっていうと、これはすごく私も納得できたんですけども、例えばね、セミナーをやりましょうって言った時に、いやセミナーちょっと難しそうなんで、ちょっと勉強会から始めましょうか、いや勉強会は難しいから、まあオフ会から始めましょうか、いやオフ会も難しいからランチ会から、いやランチ会もどうかなと思うんで、まあカフェで会いましょうみたいな軽いところから始めましょうかっていうふうにして、大抵の方はカフェで会いましょうから始めるんですよね。でカフェで1人来るかな、0人かなみたいなところを始めて、よし3人ぐらい来るようになったぞ、じゃあオフ会しようか、あオフ会もなんか5人ぐらい来るようになったぞ、だったら勉強会しようか、あ勉強会有料なのに10人来るようになった、よしセミナーだみたいな感じで、セミナーで30万50万のセールするみたいな感じになっていきますけども、この段階を踏んでる時にね、どっかで挫折したらパーになる、もしくはどっかで足踏みしていったらすごい時間かかるんで、いやそうじゃないと、一番難しいと思ってるセミナー一発目にボーンってやれば、それまでの段階は全部クリアでしょみたいなことがね、カリキュラムの中にあったんで、私もそういうふうにしました。セルフバックを覚えてすぐに人に教えると、しかもそれをセミナーやると、その日のうちにドーンってやったんですよ。そしたらね、まあ思った通り結果が出たということですね。で失敗しても別に、今までもそれはね、結果出てなかったことなんで、セルフバックで誰か人に教えて儲けるなんて今まで人生でやったことがなかったんで、これがうまくいかなくても今までの同じ人生が続くだけなんで、別にマイナスにはならないわけですよ、ということで私は突っ込んだわけですよね。でそれと同じように、あこれいいことだなと思ったらすぐに人に教える、これもね、未だに続けてるんですよ。ですから、まあ、例えばね、ここに本がありますけども、本読みますよね。大体3ページ目ぐらいで、おお、なかなかいいこと書いてあるなと思うじゃないですか。そしたらそれ閉じてすぐに動画やるんですよ。そしたらこの本一冊ね、ページ数が270ページぐらいありますけども、じゃあこれで100本ぐらい動画撮れるわけですよ。でしかもね、その間にまだ私もあるんですよ、前半で話したことを途中で思い出して、あこういう意味で語ったけども、ちょっと補足しようかなっていうので補足動画が撮れるわけですよ。そうなるとこの本一冊で、まあ、1000話ぐらいね、簡単に撮れるっていうのが情報の量産です。でこれはね、映画を見てもそうだし、アニメを見てもそうだし、こういう風な懐かしい本を見てもそうだけども、自分がどう感じたかを話せばいいんですよ。自分がどう感じたかはね、正解を探して正解が見つかるまで、アウトプットしないっていう、そこまでやる必要はないです。というのが、これが正解だと思ってアウトプットしても、しばらく経ったら解釈が変わるとか、自分の気持ちが変わるとかってことが大いにあるわけですよ。ってことは、今の時点で感じたことを積み上げていけばいいってことなんですよね。私たちの人生では固く信じていたことがそうじゃないってことが分かることっていうのはもうたびたびあったじゃないですか、ね、だから私は恐れずに今日の時点での最高の自分の解釈を話すことにしてます。でそれが3年経っても5年経っても変わらなければそれに越したことはないんですけども、時代が変われば解釈を変えていかないといけないところってありますよね。今で言うと朝礼母会って言って、朝思いついたことを夕方に変更するみたいなことを、そのぐらいの情報のスピードが、社会のスピードが速いですから、変更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 といかないといけないんですよね。でその変更が聞きやすいのが情報ビジネスなんで、今これを私はやってるってことなんですよ。だって麻雀店ボーンと始めてね、明日から蕎麦屋になろうかなと思ったら無理なんですよね。これがね、蕎麦屋からラーメン屋だって無理なんですよ。このぐらい似てるものでも無理なんですよ。パスタ屋から焼きそば屋、これも難しいんですよ。っていうことは、麻雀屋で始めたらパチンコ屋にもなれないし、ボウリング場にもなれないし、もう麻雀屋をずっと続けるしかないんですよ。だからリアルはものすごくね、脆弱なんですよね。壊れやすいと、リスクが高いと、しかもずっと返済が終わるまでずっとリスクですよね。で金銭的なリスクだけじゃなくて、従業員が裏切るリスクとか、ライバル店ができるリスクとかね、それから今回の感染症騒動みたいに店をやるなっていうふうに強制されるリスクとか、むちゃくちゃあるんですよね。まあ、ですので私はね、
一番リスクの低くて一番リターンの大きいこの情報ビジネスってもの以外はないと思います。とにかくお金が稼げてないんだったら稼げてないことをやめて早く情報ビジネス入った方がいいですね。で、情報ビジネス継続できる人本当にいないです。不思議なことにね、儲からない人ほどやらないといけないのに儲からない人からやめていくんですよ。で、儲かっている人はもういいじゃないかっていうところがあるんですけどまだやるんですよ。すごいですよね。あのね、例えばね、 YouTube で3年間で1億3800万稼いだやつがいるんですよ。これ本当に YouTube っていうか情報発信とかでね、YouTube 使った情報発信で1億3800万3年間ですよ。もういいじゃないか、そんだけ稼いだらと思ったら、そいつは7年目でも8年目でもまだやってるんですよ。まだなんで金欲しいんかい、まだと思ったらセールスはほとんどしないんですよ。でも売れているというね、何なんだこれはっていう感じですね。しかもどっかのサブスク入ったらまた売れるみたいなね。いやー、映画って本当に面白いもんですね。それではまたごめん、調子がちくてお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。